やりすぎたら気温が地温が下がる効果になってしまうんで。米の皮冷やすんですか？いや、あの、そういうわけじゃなくて、草とかをこう堆積させたら、そんだけ太陽光線が地表に当たらないんで。でも、あの、地表が、あの、基本的に、あの、微生物とか虫って日光嫌いなんですよ。なんで、あの、雑草でもいいんで、あの、地表をむき出しにさせない方が本当はいいです。なんで、刈った草でもいいんで、それを敷き詰めておく。それどれくらい、あの、何ですか、この植物が植えてるじゃないですか、そのどれくらいの範囲あった方がいいですか？もうびっちり。ベストは、あの、拳1個分ぐらい離しておく。どの植物も同じですか？はい、はい、やっぱそれくらいは開けといた方が逆にいいってことですね。はい、はい、まあ、言い悪いは抜きにして、その枯れたやつに、あの、枯れた草、それを、あの、があるってことは、それに寄ってくる菌がいるんで、それがマイナスの影響を出すときがあるんですよね、あの植物、栽培した植物に。なんで、まあ、最低拳1個分は離しといた方が、そのリスクが少しでも少ない。なるほど。いいよ、食べて。なんかすごい大葉とか違うのはちっちゃいラベツとか、そのちっちゃい時になんかとりあえずなんかいっぱい刈った草があるんで、自分の畑のところに、はい、それをなんか輪っかにして置いてるんですけど、そうすると日光がめっちゃ当たりづらそうな感じがするんですけど、全然当たってないんですよ。全然ではない。はい、主催の方が。主催、いってらっしゃい。また取材っすか？いや、地元のやつです。こっちでも取材してるよ。すごい。やめて。